こんにちは、チューバ奏者の小町です。ゲームブレックカフェアーティスト対談動画の第5弾を迎えました。今回はですね、初の女性ゲスト、トランペット奏者吉田梨沙さんがお越しくださりました。ありがとうございます。よろしくお願いします。この動画はですね、アーティストの音楽ルーツをね、聞く対談ですので、今日も吉田さんの楽器人生だったり、はい、音楽のルーツをねしたいなと思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。じゃあどうぞよろしくお願いします。じゃあまずですね、この2人がどうしてね、知り合ったかっていうと、銀座ライオンさんでね、一緒に演奏したりとか、はい、うん、そうですね、茨城県のね、ある撮影でね、はい、ご一緒したことがあって、その縁で今回もね、ありがとうございます。どうもね、こちらこそです。じゃあ早速ですね、はい、トランペットの出会いをちょっと、どんな出会いだったの、私がトランペットと出会ったきっかけは、中学校の吹奏楽部だったんですけど、楽器始めるきっかけって大体吹奏楽部が多いと思うんですけど、もともとは私トランペット希望じゃなくてサックス希望だったんです。出たそのパターン。第一希望はサックスだったんです。で、当時私が小学校6年生の時に映画でスイングガールズっていう、こう学生が、女子高生がジャズをやるっていう映画が、もう私ドハマりして、映画館も何回も見に行って本も買って、もうそれぐらいハマってたんですけど、その時にやっぱり主人公のベン・ジーさんがやっていた楽器がサックスだったので、私も、もう学校入ったら中学校の吹奏楽部でサックスやりたいって思って入ったら、私と同じような考えの人当時いっぱいいたので、みんなサックス希望が多すぎて、じゃあ一回音を出してみようって、一人一回ずつ楽器を音出したんですけど、私だけ全く音出なかったんです。本当に出なくて、じゃあどうしようかなってこう楽器考えてた時に、あの映画でやっぱりもう一つこう気になってた、かっこいいなって思ってたのがやっぱりトランペット、映画の中のシーンで楽器をこうトランペットをくるくる回したり、ベルの先になんかネズミのこう人形をつけて、そこでこう高い音をなんか出してたりとか、そういうシーンがあって、なんかトランペットってこう一番目立ってる感じのイメージで、花形な感じのイメージだったので、まあ第一希望だったらトランペットかなと思って、いざ音を出してみたら結構音が出たんですね。で、正直それよりもトランペットよりももっと出た音、楽器があって、それはホルンだったんです。そうなんだ、難しそうだね。ホルンが一番多分音が出てた音がして、吹奏楽部の先輩からはぜひホルンに入ってほしいって言われたんですけど、当時の私の中のホルンのイメージって、マーチでずっと裏打ちをして、ミッパッミッパって結構、まあちょっと言い方はあれかもしれないです、ちょっとつまらなさそうな、そのジャズとかですごい輝いてたトランペットに比べると、ちょっとこう地味なのかなってイメージが最初はあったので、目立ちたい私は。あ、出た、この、ね、吉田さんの目立ちたいっていうね、当時はすごいその気持ちが多分あって、いや、ちょっとトランペットにしたいなって、第二期のトランペットにしましたね。で、中学生の頃、はい、じゃあトランペットになって、うん、大体中学生って、はい、もう吹奏楽コンクールじゃないですか、はい、出ました。出ました。もう本当に楽譜が穴開くんじゃないかってぐらい鉛筆でいっぱいいろんな先生に言われたこと、最終的に音符が見えなくなっちゃうような、もう音符になんか文字見て吹いてるんじゃないかっていうぐらい、みんなでなんか県大会行こうねとか目指せ全国ってそれもういっぱい書いてましたね。蛍光ペンとかさ、はい、書く子もいたりとか、はい、あとなんかさ、イラストも描く子がいたりするじゃん。すごく思い出に残ったりとかするじゃん。私多分未だに実家の自分の部屋に当時のあの楽譜はあります。コンクールで使った楽譜は僕もある。あるある。多分これもあるあるな気がします。あるあるある。なんかさ、ここ一緒に合わせようねとかさ、同じさチューバだからさ、木管低音とかね、子が書いてするとさ、聞くとか書いたりするの。そのなんか2文字で。めちゃくちゃわかります。当時だからいっぱい書いたので、読み
記憶がこう蘇るじゃないですか、はいはい、捨てられないんですよね、はいはい、なんか自分のね、その思い出も捨てちゃうような感じになっちゃう、うん、なんかそのじゃあ吹奏楽コンクールね、はい、出たってことはなんかその課題曲とか自由曲とかさ、はい、覚えてたりする？やってました、覚えてます。1年生の時は、課題曲が春風っていうマーチだったんですけど、なぜか私はトランペットじゃなくて打楽器のシロフォンとグロッケを担当してました。1年生の時は、はい、あ1年生の時がそうでした。それで東関東までずっとそれで出てました。それはさ、その格好がだいたいコンクールが 2,3 年生が出るか、そうはいうわけでもともと私 の、 あの茨城出身なんですけど、そこの中学校の吹奏楽部で人数がそこまで多くはなかったんですよ。トランペットも、まあ、3年生は2人、まあ、2年生は2人で、1年生が、私だけだったので、そんなにこう多いパートの人数ではなかったんですけど、多分打楽器に人が足りてなくて、1年生はまだその技術的にも、まあ、トランペットも練習してる最中だったので、まあ、私がちょっと幼少期ピアノもやってたので音符も分かるから、うん、まあ鍵盤そのね打楽器だったらちょっとできるんじゃないかっていう。へえ、じゃあでもその時はさ、はい、トランペットでコンクールで大変にとかそういう思ったりしたの？あ、ものすごいありました。特にそのマーチのその春風ってすごく爽やかで明るいすごい素敵な曲だったので、ああいいな、私もあれ吹きたいなって思ってたんですけど、自由曲がその時イフクブアキラさん作曲のシンフォニアタッカーが、うん、おー渋いね、はい、それはトランペットで出れたので、自由曲は、はい、そうでした。覚えてますね、クローズでも。イフクブアキラさんもさ、やっぱり有名なのね、はい、ゴジラあれですよね、そうで、そのさじゃなくて、はい、なんか登場シーンみたいなの分かる、はい、その昔です。なんかね、チューバとかさ、トロンボーンとかさ、すごく活躍するフレーズなんだけど、はい、それに憧れて、はい、なんかいつかオケで吹いてみたいなと吹く機会があったんだけど、はい、その時はなんかすごい感動したなって思ったんだけど、全然いいよね、俺の話じゃなくて。でもこうやってやっぱりミュージシャン同士で喋ってると、思い出の曲で、あ、私の思い出もこういう感じって多分話が尽きないですね。そう、なんかね、本当になんかちょっと驚しい、うんうんうん、そうなんですよ、感じなんですけど、うん、じゃあ、2年生とかは覚えてる？あ、飛んじゃった。でも、確か海へっていう課題曲だったんですね。マーチではなかった、まあ、マーチだったかな、うん、ちょっと待ってくれ、それもなんかちょっと記憶あんまり曖昧なんですけど、でも やっぱりなんて言っても3年生、自分がこう、ああそうね、一番上だった時の記憶がすごい強かったので、はいはい、じゃあ、2年生は置いておいていいですか？3年生は3年生は、ブルースカイっていう、あ、なんか有名だよね、はい、うん、と、自由曲はリムスキー・コルサコフ作曲の、うん、サルタン皇帝の物語っていう曲があったんですけど、ドア玉がトランペットの物語の一人で書かれまして、うん、そこから始まりました。やりましたやりましたいや、でもそんなに、ま、東関東とか行けなかったので、どんどんもう部員も少なくなっちゃったりとかしてたんですけど、まあ、それでも、もうみんなで必死に毎日練習してましたね。まあ、青春ですね。多分未だにこう覚えてます。指とかも多分覚えてるんじゃないかなとか。その時初めて、米韓のトランペット以外のフルーベルとか、はい、そうですね、他のこう特殊化をもう初めて吹いて、人数も少なかったので、ここにトランペット、こう、フルフル、こうミュートも何個もあって、なんか、ちょっとしたね、楽器店みたいな、そうですね、そう。でも僕ね、ちょっとね、僕も、例えば、好きなね、金管アンサンブルさ、
ジャーマンブラスが好きなんだけど、はい、やっぱあの人たちもさ、いろいろ並べてるじゃん、はい、いろんな楽器を、いろんな調の、それにちょっと憧れてたんだよ。それもかっこいいですよ。そうなんだよね。チューバとか大体さ、まあ、1本かもう2本でかいのがバンバンなんだけど、なんだろう、ジャーマングラスがさ、日本公演に来た時とかさ、やっぱそういうのちょっと見ちゃった。もう演奏ももちろん素晴らしいんだけど、あの楽器どこで使うのかなとか。そう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 、だから中和奏者の僕としてはね、すごくね、あれかっこいいなって思う感じはあったんだけど、でもまあ中学生の時にね、いろんな楽器を演奏するっていうのは大変なことじゃん。部活の時にさ、はい、吉田さんは部長だったりとかした？いや、私は部長ではなかったですけど、なんかこう、なんていうんですか、学生指揮者的な感じで。目指したいな。もちろんね。でも私、自分で目指したわけじゃないんですけど。みんなついてきてみたいな。多分初めて私を見る方、そういうイメージなのかなってちょっと思っちゃいます。そんな時。いいじゃないですか。これが対談の問題論。そうですね。じゃあもう中学時は吹奏楽で、高校の時も吹奏楽だったんですか？いや、高校の時は吹奏楽部に入らずで、音楽科がある高校に進学して、そうなんだ、ね、はい、そうなんだね、そういう専門的に。そうですね、トランペット専攻で、はい、じゃあそういう時はもう高校生だけど、まあいわゆる音楽大学みたいな、はい、トルフェージ、専門的な、うん、はい、学生だったり、はい、やってましたね。それはすごくいいなと思いますよね。海外のも絵を聞いた話だと、はい、早い段階からそういう、ま、運動系に行くのか、うん、その芸術系に行くのかっていう、はい、その将来の選択をさせて、うん、でもし芸術系に行くんだったら、うん、もう早い段階から例えば音楽だったら、まあ、その勝負だったり、その勝負だったり、そういうのをもう習わせるっていうか、もう日本の音楽大学で習うことを高校生、もしくは中学生のような年齢からやってるっていうことを聞いたときに、なんか、ああ、だからなんか海外の人が早くからコンクールとかで入賞して、頭角を現すのって、あ、なんかそういうのも関係あるのかなっていう。思ったことがあった時があるので、はい、なんかすごく、でも高校生の時ね、僕ね、超音とかめちゃめちゃ苦手だったんですよ。私も苦手でした。じゃあなんかそういう高校生の時に音楽コースで行った時に、じゃあ吹奏楽コンクールとかに出ないで、なんかでもそのなんか学生生活の中で思い出に残っている演奏会、演奏会、音楽科はまあ基本的に専門の勉強をする曜日とかがあったので、毎週、私の代は水曜日が、うん、はい、レッスンだったり、まあ、もちろんその聴音とか、あとはそういうイメージ、あとは副科の、専門はトランペットでしたけど、副科はピアノだったので、そのレッスンの時間も、こう授業、皆さんがこう一般の授業といいますか。とか数学とかをやってる代わりに、私たちはそれを水曜日は今のそういう授業があるという曜日があって、その時にレッスンを私は2時間受けてます。2コマ分、はい、私の代はトランペットが私しかいなかったので、その習う水曜日のレッスンの先生のコマも通常だったらまあ大体2、3人とかいると1人1コマだったりするんですけど、私は学年に一人しかなかったので、ちょっと贅沢に2コマのレッスンを受けたので、結構濃い時間でしたね。じゃあなんか吹奏楽とかそういうよりかは、本当に音楽大学みたいにソロの発表とかってことなんですか？ありました。ああ、じゃあそういうことなんだね、はい、そうでした。あとは金管奏者ならこう絶対はやったことのあるアーブの教室をもうひたすらステージ向かって1個ずつ潰して練習して、それも先生が見てもらって、あとはまあ先生が出してくださる
じゃあそれも本当に音楽大学で、うん、どう思う？そうが多かったですね。ピアノ伴奏も同級生のピアノ専攻の子が伴奏してくれた。確かにね。それいいよね。なんかあのね、音楽大学とかでさ、あの試験とかでさ、うん、何が大変って伴奏者を探すのって大変だよね。そうなんです。僕の先輩とかはね、もうあれなんですかね、もうね、個室で練習しているピアノの学生の入る人から見れば、その練習している後ろ姿が見えるわけ。はいはいはい、それで決めたっつったから。あの人上手そうだみたいな。あの人ならお願いしたいって。っていう人みたいな感じ。やっぱね、チューバーとかは特に、まあ、トランペットもそうだと思うけど、はい、管楽器のあの伴奏って。もともとオーケストラとか金管バンドをさ、リラックスしてピアノに起こしてるから、めちゃくちゃピアノの音数が多いの。そうですね、結構歌の伴奏とか専門にしてる方からしてみると、うわっみたいな感じの、うん、しかも難しいし、そうなんですね、そういうのだとなかなかね難しいんじゃないですか。本当に上手じゃないとなかなか難しいっていうか、うん、あるから、すごく大変だっていう。中央もそうだし、サックスもね、難しいんですよ。そういうのがね、あの同じね学校にもうピアノがあって頼めるっていうのがすごく、あ、いいわ、本当にいろんな経験をしたなって思いますね、高校の時から。じゃあそれね、高校でそういう経験をしてるってことは、もうじゃあプロの道に考えてたってことですよね。そうですね、もう多分当時はこのまま音大行きたいなっていう気持ちがこちらに、うん、僕だからその大体の方はね、中学校、高校、吹奏楽で音楽好きだな、うん、楽器好きだな、で音楽大学に進む人が多いし、吉田さんみたいに中学校を推奨できる高校は日本学高校、日本大学に進む人がたくさんいらっしゃると思うんですけど、うん、音楽科の高校行ってて音楽大学に進む時って学校の景色は変わるけど、やってることってちょっと難しくなったなぐらいな感じだ。あー、そうですね。でも一番大きくこう違うなって感じたのは、ライバルが増えたこと。トランペット専攻が高校生の時は私一人しかいなかったのが、大学に入ると、まあライバルといっても仲間ではあるんですけど、その仲間がこう増える。はいはいはい、全国各地からね。そうですね、そのなんか切磋琢磨する感じは、うん、もう音大じゃないと味わえないかなと思いました。何人いたんですか、一学年？私の代は7人。正確に言うと、もともとは8人だったんですけど、1人途中であの留学したので。ああ、そうだ、はい、7人それぞれで、ね、今も楽器続けてる。おお、すごい、素晴らしいね。はい、今も連絡とか取ってます。ドラッグラインも。ああ、そうなんだ。じゃあそれはもう一生の宝だね。本当にそうですね。いや、なんかね、本当そういう音楽大学の時の経験って、音楽活動にすごく大きな影響を与えるかなって思うんだけど、音楽大学進んで、その7人の中でも、やっぱりなんか石田さんってリーダー的な存在だった。いや、全然違う。もうちょっと今日はそこで押しちゃうんだけど。そんなに引っ張るタイプでは、多分もともとなんかこうみんなを引っ張りたいっていうタイプでは多分ないんですよね。ただその引っ張る人の横でこうサポートしたりとかはすごく好きです。トランペット？そうですね。そう、なんだろうな、なんか部長
やでも本当ねあれなんですよ、なんだろう、映像とかさライブとかさ生でさ見ないとさ、あ、なんか吉田さんってもしかしたらね、おとなしい方なのかな、あ、そうそう思うかもしれないじゃん。そうなんだ、私よく第一印象と何回か関わるようになってからの印象全然違うって言われるんですよ本当にそれ結構言われるんですけど、そうだからね、この他のね、あの会の時にある方は、はい、いやなんかすごく全然そんなことないんだけど話しかけにくいオーラがすごくあるみたいで、はい、全然なんか気軽に話しかけてもらえないんだよねって言ってる方もいらっしゃったんだけど、うんうん、僕はその感じもなんとなく分かるんだけど、実際はめちゃめちゃフレンドリーな方で、うんうん、全然話しかけやすいなっていうのがなんかこの動画とかでも伝わったし、伝わればいいなと思った。その吉田さんのその第一印象とその仲良くなった時の印象が違う感じは分かる。分かります。ちなみに最初の私の第一印象どんな感じですか？多分ね、はい、なんかね、おしとやかで、なんか今が全然そうじゃないってことを言ってるわけだけど、うんうん、女子って感じな。ああ。はいはい、でも僕もそんなに全然知ってたわけじゃないから、うん、あなんかすごくお嬢さんとかよく言われたりしない？なんか言われたこともあるかな、なんかそういう、うん、なんかそういうイメージがあるし、まあ別に今もね全然負けてるわけじゃないですよね、あるんだけど、うん、なんかすごくさっぱりしてるなって思って、でもそういうのって女性の方もさ憧れる人も結構いっぱいいらっしゃると思うから、なんかすごくかっこいいやみたいなっていうイメージが何回かお仕事で一緒になって、いろいろそういうリハーサルだったりとか本番とかやらせてもらった時にそういうの変わりましたね。なんか度胸が座ってるというか、なんかそういう感じするから、あんまり下手なこと言うと怒られます。今日はいっぱい来られるみたいな、でも覚悟してきてる、大丈夫です。ちょっと言わないでもね、本当にそういう感じからじゃあね、あの実際音楽大学4年間、はい、山本先生を確認して、うん、卒業してから、はい、じゃあこのトランペットをね、はい、やっていこうって時に、うん、今加入している東京グラスタイルがあると思うんですけど、はい、なんか加入したいきさとかね、お聞きしたいなと思うんですけど、はい、ご視聴ありがとうございました。よかったらねグッドボタン、チャンネル登録どうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございました。またね、バイバーイ。